今横須賀中央駅です。まあ外人さんいますで、これなんですけど、これ横須賀のまあ有名なマスコットですね。まあカレーの街というふうに言われてますけど、はい、横須賀中央駅があちらになります。今ですね、駅の、まあ、上なんですけど、こっちにですね、こういうあの若松マーケットっていうところがありまして、まああの横須賀ブラジャーが飲めるんです、街って書いてあるんですけど、まあ、この横須賀ブラジャーが何か、はい、今私は若松マーケットというところに来てます、まあ、当然ですけど今お昼なんで、まだどこもやってないんですけど、説明したいのはですね、あ、若松マーケットマップ、これですね、横須賀ブラジャー発祥の街って書いてあって、まあその横須賀ブラジャーって、まあ、ここに本当街の至るところじゃないですか、ここの至るところにこういうのがあるんですけど、これ何かっていうのをちょっと説明したいと思います。まずこういうので、なんかすごい入りづらそうな店なんですけど、実はここ僕昔来たことあります。とかもございません。だからまあ居酒屋みたいな感じですよね。で、ここ書いてあるんですけど、ちょっとここ見てほしいのは、横須賀ブラジャーっていうのはあのブランデーとジンジャーエールのカクテルなんですよ。だからあのブランデーのブラとジンジャーエールのジャーを合わせてブラジャーっていうことなんですね。はい。まあこれ飲んだことありますけど、まあ普通に飲みやすかったですよ。はい、駅からですねちょっと歩いてきまして、まあ、後ろにあの酒屋さんがあるんですね。隣のあこっちかこれかこの部分で角打ちができるんです。ちょっと入ります。これ僕の好きな店です。はい、じゃあ入っていきましょうか。今日めちゃくちゃ寒いんですけど、でもあのビールが飲みたいですね。ここ立ち飲み人元って書いてありますけど、まあ、酒屋さんなんですよね。酒屋さんなんですけど、こっち側はあの立ち飲みで飲めると。入ってみましょう。あ、はい、いらっしゃい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、あ、すいません。ありがとうございます。はい、外出ました。はい、今はですね、目の前にはあの教育隊の人が歩いてますね。まあ今ちょっと賑やかなところ、こう歩いてます。ミリタリーショップっていうのがありまして、あ、すごい、自衛隊カレンダー入荷しましたとか書いてますね。あ、すごい、子供用の制服。あ、これ海上自衛隊ですね。JMSDF っていうのはジャパンマリタイムセルフディフェンスフォースなんで海上自衛隊ですね。こういうの売ってるんですね。あ、これかわいい。こういうのもあるんだな。はい、見てください、これ
歓迎自衛隊横須賀と。あ、スカレーちゃんいた。むつ。はいはい。まあ、こんな感じ。あれは黒船っすね、黒船。公園というところに向かってます。こっちですね。だから早速見てみましょう。はい。はい。じゃあすごいっすよね。これ。誰もらえる？誰いる？